ジャッジ MCU です。MCU です。本日は最近ゲットしたレトロゲームを2本ほど紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。まず1本目、こちらはですね、最近というよりか少し前にゲットしたレトロゲームになります。それはこちら、ファミリーコンピューター専用ソフトチャンピオンシップボーリング by アテナでございますね。こちら1991年2月8日に発売したボーリングゲームとなっております。ボーリングゲームなので、まあ大体どんなゲームかお分かりでしょうが、箱の裏に書いてあるちょっとした説明を読まさせてください。ゲームの楽しさと試合の緊張感を同時に味わえる本格ボーリングゲーム。しかも最高4人でプレイができるから楽しさも倍増。友達と競うか家族で遊ぶか、君の実力次第。さあパーフェクトを目指してゲームスタート。目指せパーフェクト。体を使わず頭を使え。レイス。体を使わずに頭を使え、まあ、つまりファミコンでスポーツをやる。インドアの俺にとってはもう最高。いや110。もうこちらタイトル画面の方からおもろです。これタイトル画面、まず右側からピョコ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 っとペンギンが走ってきますね。からの次はウサギが左からちょん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 走ってくるんですね。これが可愛い。ボーリング、ペンギン、ウサギ、なんか共通点あるのかな。まあ、からのその下で男子がピースサイン、からの女子、一瞬見るとダブルで中指を立ててあっ振ってるポーズに見えるのがヒヤッとしますね。怖えよな。そしてゲームをスタートするとプレイヤーを4人からチョイスできる。さらには名前も決められちゃう最高のやつ。しかしアルファベット4文字だけね。でもでもでも俺的にはちょうど良い MCU だからね。そしてボールをチョイスしてゲームスタート。ゲームが始まるとプレイヤーが俺俺俺的なポーズを取る。なかなか調子の良さそうなキャラクターである。さらにボールを投げるフォーム、なかなか良きな感じで表現されてるんですよね。足の感じとか最高じゃない。さらにストライクを出すとプレイヤーは個性的な喜びの舞をする。大股を広げたままガッツポーズで飛び上がり、手首を後ろ前後ろ前とくるくるさせて喜ぶのが少しだけムカつきます。こんな感じ。さらにストライクを続けて取るとそのポーズの後ろで動物が出てきたりチアガールが出てきて盛り上げてくれたりするんだよね。いいじゃん。からのボールの投げ方、まず立ち位置を決める。決まったら A ボタンを押すとコントロールメーターが左右に動き出す。良きところで止め方向を定める。お次はパワーメーターが動き出す。ここでステップ2、強さを決め投げる。からのストライク、できるかできないかは厳しい。ドカーン。そしてこのカセットに描かれているイラストも110。良い意味で味がある。そして投時間ありあり。一瞬ボーリングゲームだと思わない。ボールもなんか怖え。そして4人のキャラクターもなんかすげえ怒ってる。でもピースサインをしてたりする。全てがハードコアでワクワクします。まあファミコンではいくつかボーリングゲームが出てるんですけども、その中では個人的に一番好きかなと思っております。なので皆さんも機会と機会があればぜひ挑戦してみてほしいなと思います。ということで1本目に紹介したのはこちら、ファミリーコンピューター専用ソフトチャンピオンシップボーリングでございました。ございました。どんどん行きましょう。お次はこちら、セガマイカードチャンピオンシップロードランナー by セガ。チャンピオンシップボーリングからチャンピオンシップつながりでチャンピオンシップロードランナー、どどっち。こちらは1985年12月に発売したアクションパズルゲームでございます。こちらは先日福岡に行った時にハードオフで買った商品となります。でこちら箱の裏にちょっとしたストーリーが載ってます。過酷な重税が生んだ50の部屋に溢れる金塊の山、その全てを奪い返し民衆に幸福を、それが君の使命だった。からの説明書の方にはキャラクターの紹介とともにもっと詳しいストーリーが載ってます。ちょっと読ませてください。いい子、銀河パトロール隊員キーンキーンっていうんだね。バンゲリング帝国、そこは金に狂った権力者たちの集まりだった。彼らは民衆への過酷な重税によって莫大な金塊を蓄えていた。銀河パトロール隊員キーンとしての君の任務はその金塊を全て取り返し貧しい民衆の生活を救うことにある。金塊は50のブロックルームに、侵入者を避けて巧妙に収められている。しかし見張りの衛兵の追跡は厳しい。レーザーガンでブロックを砕いて衛兵を陥れ君の任務を遂行しよう。いえ、こういった内容だったもんね。なかなかシビアな内容なんだね。過酷な重税、現実もなんとかしてくれよ。でこの方キーン、本作から名前が明らかになったんだよね。前作のロードランナーではキーンなんて書いてなかった。プレイヤーって書いてあったはず。でも同じ人。前作のロードランナーのジャケットちょっと見比べてみて。こちらがロードランナーのジャケ、そしてチャンピオンシップロードランナーのジャケ、主人公の向きが反対になってたりするよね。あと色合いとかね。けどほぼほぼ同じだからどっちもキーンだと思う。そして可愛いのが漫画的な吹き出しがあって、その中にキーボードなしでもゲームが作れるよと書かれている。こんな感じも可愛いね。そして前作にも吹き出しになってこんなことが書かれている。キーボードでオリジナル迷路ゲームを作れだって。作る。そう、このエディットモードっていうのもロードランナーの一つの重要な要素だったりするからね。そしてみんな知ってると思ったから肝心なことを言い忘れていた。どんなゲーム？まあ、簡単に言っちゃうと、敵から逃げたり、時には穴を掘って敵を埋めたり、画面上にある金塊をすべて取って、最後現れるはしごを登り上まで行くと一面クリア、的な感じね。けれど今回のチャンピオンシップロードランナー、前作のロードランナーに比べて、チャンピオンシップってついただけあるよね。すげえ難しくなってっから。みんなも機会と機会があったら挑戦してみてください。あとやっぱチャンピオンシップロードランナー、そしてロードランナーって言うと、ファミコンを思い出す人が多いんじゃないでしょうかね。ファミコンとこちら、まあ、やることは全然変わんないです。変わったのは BGM。ファミコンのあの有名な曲ね。ドゥ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 
ドゥ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 。まあ、有名なあれですね。やっぱ耳馴染みもあってかキャッチーにすごく感じるんですよね。でも本作の方は、ちょっとアングラ感がある哀愁たっぷりの曲なんでね。個人的にこっちの方が少し好きかな。そしてファミコンに比べやっぱセガマーク3だけあって、グラフィックの方が独特、味があってめちゃめちゃいい。この感じすごい好きっすね。あとこちら説明書の最初の方にこんなことが書いてあるの。ゲームを始める前に読んでおこう。 SC3000 シリーズ、 SG1000 シリーズをお持ちの君はカードキャッチャー、かっこ別売りが必要です。はい、そうなんですね。まあ、こちらですね、バーン、こういったカードスタイルなんですね。だから SC だったり SG のやつだとこのカードを入れるとこがないんで、外付けのカードキャッチャー、かっこ別売りを買わないと遊べない。まあ、それを買えば遊べますからね。けれどセガマーク3でお遊びの方はそのまま使用ができます。なぜならカードを入れるとこがあるからですね。さらに説明書にはこんなことも書いてありました。ゲームコレクターの君へ、エディットモードでゲームを作ってそれを保存しておきたければ、まあ、セガデータレコーダー SR1000 を使って昔懐かしのあれね、そこに保存してくださいっていう、あの頃ならではのスタイルだね。でも今セガデータレコード SR1000 なかなか高い値段になってると思います。持ってませんからの説明書にはこんなことも書いてあるよ。アソビン教授からのアドバイス。あの頃のセガではおなじみのウサギの教授、そのアソビン教授がアドバイスをくれてるんだよ。どの金塊から取り始めるか、どうやって脱出するか、何度もチャレンジしてこの謎解きも楽しめるようになることだよ。まあいろいろと言ってきましたけれども、最高に面白いゲームだと思いますんで、先ほども言いましたが皆さんも機会と機会があったらぜひ挑戦してほしいなと思います。ということで2本目に紹介したのはこちらと、セガマイカーチャンピオンシップロードランナーでございました。お腹鳴っちゃった。でん、本日はこんな2本を紹介してみました。ということで皆様ご視聴どうもありがとうございました。これからもですね、ゲットしたレトロゲーム、そしてうちにあるレトロゲームの方を順々に紹介していきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。からの高評価、チャンネル登録、そしてコメントなどもたくさんお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。 MCU の110チャンネル、ミミすれ違うロードランナー。